こんにちは、塾の久保でございます今回の週刊中年ジャンプなんですけどもまあ動画を量産していくよということでね返信をいただきましたまあ量産といってもどのぐらいの量をやられるのっていうことになりますんでまずはね1週間で何本撮るみたいな目標数値を設定したらいいんじゃないかなと思います要するにサラリーマンというところのノルマですよねまあノルマっていうのは大体こうね会社に言われるものではなくて自分の欲しい給料に 計算してそれに見合ったあ数をねやっていくっていうことになりますので実はねノルマはふっかけられるももんんじゃななくて自分のの目標値値を数値化したものなんですよねまあ、ですんで稼ぎが欲しいというなら自分で設定したノルマを作ってみてそのノルマっていうのはきっと会社から押し切られたノルマよりも数倍も高い目標になってると思うんですねで今回ね株についてちょっとお話したいことがあるんですよ それは金融取得課税のことなんです金融取得課税が20%からまあ当面ですね30%に向かって少しずつ上がっていくんじゃないかなというふうに言われてますし実際これは後々格下てされると思うんですけどもいい、まあ、いよいよそううう時代が来たかというとこですよね普通の人が金持ちになろうと思うとお金を貯めてそして貯まったお金で投資をするとまあ税額っていうのがねぐっと低くなるので。 これは私たち平民に残された唯一の金持ちになる道じゃないかなというふうに考えられますでこの金融取得課税なんで20%みたいに優遇されてるのかなってことを私なりにね一つ,つは20%にすることによって金持ちのお金が守られるってことです要するに既得権益者に者有利なルールーを 既得権益者が作ったってことですよね。まあそれ当然ですよね。大金持ちになったけども、課税で持ってかれちゃったらバカバカしいんで、逃れる道を、この金融取得課税をぐっと下げることによって、まあここにね、えー、資産を保全するノウハウを詰め込んだということじゃないかなと思います。もう一つは、1億円の壁なんですよ。1億円の壁ね。この視点っていうのは、多くの国民感情からすると、 まあ当然といえば当然です金融取得課税1億円を超えると安くなるってやつですよね金持ち優遇じゃないかって言いますけどもちょっと待てと投資をやったことがあるのかと私は言いたい投資で1億円以上の資産を作れる人って一体何人いるんだってことですよねほ当とにほとんどの人は投資をやったけども資産全部溶かして退場ですよ要するに全部が納税されるようなねものですよ まあ実際納税じゃなくて、うん、株式市場に消えていくんですけどねでも間接的にそれは株で買った人が納税するお金の種になるわけですからうんだから投資に参加する人のみんなしてね税金を払ってると思うんですよねまだね20%程度からいいんじゃないかなと思いますけどもこれが税率を上げていくと投資で買ってる人は その勝ち金の金目標をを上げざるを得ななないいんじゃないかなと思うんですよそうなるともっと勝てない人は負けが込む市場になっていくのかなっていうふうに考えるんですよねさあ1億円の壁と言いますけどもそれがずるいだなんだ言う前にお前は投資をやってみたのかずるいだなんだ言いながらそこに勝利の道があるならやってみたらいいんじゃないかな投資で勝つのは難しいだからこそ 投資で勝った人には税額を優遇するっていうぐらいのアドバンテージがなければやってらんないんじゃないかなと思いますけどねはいストーンさんはどう思いますかそれじゃあ今回は以上ですいってらっしゃい